けどうちの施術受けたら軽くなってるけど揉み返しないやんと、眠れるしみたいな感動を覚えてくれるんです。それなんでかって言ったら、これができてるからね、できてるからそうなるんですけど。ガチガチ専門セラピストになりたい挑戦者募集中です。お客さんに聞かせられない悩みとか、お給料とかもいろいろあったんですが、喜んでいただくことが格段に増えまして、お給料も爆上がりしました。スキルアップもできてメリットしかないです。小さい子供がいても楽しくなんとかなります。セラピストのレベルは間違いなく上がります。一緒に働こう。で、効率よくほぐすためにはちょっと話変わってくるけど、あれ効率の効がまだ出てけへんわ。やっばいよこれ。え、あ、でもえ ガチガチ筋肉を効率よくほぐすためには答えがあるんですね。どうぞ。です。この効いている感とリラックスって真逆のことなんですよね。で、昔から施術受けてるガチガチさんっていうのは、マッサージ受けたりしてる人っていうのは、もう揉み返してきても当然やと、もう自分がガチガチすぎて、で多少の痛さはもう我慢するしかないって思ってる人が結構多くて、今はもう少ないかもしれないけど、今僕ずっとやってきて20年以上やってきて、そういう人めちゃくちゃ多いんですよ。けどうちの施術受けたら軽くなってるけど揉み返しないやんと、眠れるしみたいな感動を覚えてくれるんです。それなんでかって言ったら、これができてるからね、できてるからそうなるんですけど、体重圧とか力任せだけでやると、力任せとかで効かすことできるんですよ。効かすことができるんだけど、それありきでやってるとこのリラックスっていうのはできないです。力入ります。力入る、ね、この状況を作ってしまったらうまくほぐれないと思いません？でもたまにあるでしょ、こうやってたらこうグーって、うわなんでこんな力入んねやろ、また硬くなってきたとか感じる時あるじゃないですか。そしたらもう力んではるんですよ、緊張が入ってるんですよ。だから施術の時の緊張っていうのはすごい施術に対する敵でね、で緊張させてしまうとこういう知識やってもうまくほぐれないし成果出すことできないんですよ。だからその緊張っていうのを極力与えない、出さない、出させないような施術を心がける必要がある。だ精神面の緊張もそうだし、身体的な緊張もそうね。あんまりこう、よっしゃぜっつって、え、ラーメン屋風でよっしゃぜっつって、今日どこがつらいですかっつって、首っすか、はぁみたいな ね、どんだけ腕良くてもそれ嫌やんね。何、失笑、失笑すごいやん、さっきから。え、ええけどそうか、ちょっと待って、緊張ってさ、ここやんのか、あ、もうほら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 出た、え、いる、わかった、巨人の巨やろ、またまた糸春なかけた、緊張、緊張ダメよっていうことね。だからリラックスできる効いている感を提供するためには、もう繰り返しになるけど、これ手押し絶対使ってねっていうことと、あとこのお客様が効いてるとか強く押してもらってるとか、その強度の、強度の感じ方ですよね。強く押してもらってるって感じる要素ってこんだけあるんですよって、まだあるけど、力の量だけじゃないんだよって。はい、効率よくほぐすためには、せーの、リラックスして受けることができる効いている感の提供。あれあれれもう一度いきますよ。
ガチガチ筋肉を効率よくほぐすためには、せーの、リラックスして受けることができる聞いている感の提供。はい、よくできました。本当にそうなんです。素晴らしい。いやもうね、今揃ったんで、もう僕は大満足です